皆さんこんにちは、ブーストアスリートです。今日これから1週間の腹筋メニューが始まります。毎日、大きくメニューを変えていきながら、お腹の各部位にターゲットを変えながらやっていくメニューとなっていきます。これからの1週間の、メニューの流れとしては、本日月曜日、そして明日火曜日で、水曜日に一度休憩を入れた後に、木曜日金曜日と続いてやっていきます。そして土曜日にまた休憩を入れて、最後日曜日に行っていきます。はい、コンスタントに1週間7日間がっつり腹筋やると、多分ね、最後まで絶対できないと思います。まず筋肉痛が、激しい筋肉痛に襲われることが、想定できますので、2日やって1日置いてっていうスケジュールを今回設けてやりますが、筋肉痛がありすぎてトレーニングできないっていうようなことがあれば、トレーニングは絶対に控えてください。はい、お腹の調子を見ながら、トレーニングを続けてください。ただ、1週間のメニュー、毎回やるメニュー本当に大きく変わっていきます。今日はその1日目ということで軽く説明していきます。まあ、トレーニングの内容に関しましては、基本的に6分前後ぐらいのトレーニングが多いかと思います。そしてトレーニングの中には有酸素運動も入ってます。これなぜかというと、腹筋のトレーニング、腹筋だけをひたすらやっても、その上に乗っかってる皮下脂肪が取れないと、せっかくのね、腹筋、そして皆さんが理想に思うくびれとかシックスパックって言われるものは、脂肪の下に隠れてしまうので、有酸素を入れながら腹筋のトレーニングっていうのも入っていきます。腹筋ではよくね、ありがちなのね、こういう頭を持っているような、腹筋多いと思いますけど、僕が用意しているこの1週間のコースでは、頭にこうやってね、手丸々かぶせて、手の勢い使ってうんってできてしまうんで、手は後ろで組んだりしません。はい、なので基本的に指を頭の横に当てて、こういった形でやっていきます。なのであんまりね、腕の勢い、腕の力を使って上半身を起こすということが難しくなるので、より一層きつくなります。なので皆さん、指を自分の頭の横に当てて、そしてやっていく。はい、これを、肝に銘じてやっていってください。そしてこの腹筋の、1週間メニューに関しまして、特に女性の方も、ね、たくさん見られてるかと思います。はい、女性の方、まあ、男性の方含め、もう皆さんにやっていただけるメニューを組みました。まあ、体をひねるような動きから、様々な動きを加えることによって、まあ、女性として欲しい腹筋であったり、男性としてこう割れた腹筋であったり、全て皆さんの要望に応えれるメニューを考えに考えて組んだので、楽しみにしておいてください。そして今日これからやっていく1日目に関しては、お腹の中心、このシックスパックと言われるところを主にターゲットとしてやっていきます。で、トレーニング、きつくなってくることがあると思うので、ドリンクを自分のね、近くに置いてやってください。はい、いつでも飲めるようにしてください。で、トレーニングを行うときは、腹筋で、ね、先ほども言ったように、寝てる状態で体を起こすような動きもかなり多いです。なので、ある方はヨガマットを用意してください。そしてない方はタオルを、ちょっと分厚めのタオルを腰の下に引くような形でやっていってもらえると、かなりやりやすいかと思います。なので、硬いね、フロアの上でやると、ちょっと腰絶対痛めてしまうと思うので、そこだけ気をつけてください。このチャンネル以外にもメトロンブログというチャンネルがありまして、そちらでもこういった動画出しています。この動画は筋トレの動画、日本で多分一番見られてる動画じゃないでしょうか。日本全体に見てもそれぐらい、まあ見られている一つの動画で、1100万回再生ぐらいされている動画です。これは腹筋の動画なんですけど、僕自身が、考案したトレーニング方法で、これをも全然超す内容になってます。もちろんなぜかというと、1週間やりますから、はい。まあ、これをこのまま YouTube 見てくれてる方は、ジムに行ってね、パーソナルトレーナーに1週間のメニューを組んでもらわなくても、これ皆さんに無料で見ていただけるっていうのは、かなりね、皆さんにとっても有益なレクチャーになるかと思います。で、ここで最も意識してほしいことが、一つだけあります。それは継続させてください。1週間用意していますので、できる限り僕のスケジュールにのっとって、今日そして明日上がる動画、
あります。これしっかり見てやってください。で翌日休む、でその次の翌日から2日間連続であります。はい、で休んでもう1日、このスケジュールをしっかり守ってやっていってください。できうる限り皆さんついてきてください。きつくなるトレーニングになるかもしれませんが、自分のペースでできる範囲で頑張っていってください。では行きましょう。では皆さん頑張っていきましょう。Like
ねんじゃないか、これにて終わります。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。はい、皆さんお疲れ様でした。どうだったでしょうか。結構きつかったですよね。僕自身もトレーニングやってる途中、一度ね深呼吸を入れてからやるシーンがあったかと思いますが、皆さんもああいった形で自分のタイミング、自分の準備ができてから次の、動きに入ってください。はい、やっぱりねずっと続けていくと結構きつくなってきます。基本的には今日見ていただいた動きをそのままそっくり真似してやっていってください。腹筋はしっかり呼吸を使うことによってより腹筋に効かせることができます。そして息をねうっで止めるような形で体を上げることによって腹筋が使えます。多分これは自然とね腹筋やると息がね多分止まると思うんです。これを意識的にやっていってほしいんですよね。だから体を落とす時にはちょっと深呼吸入れてで動きが早い場合は小刻みに行くので、呼吸もそれに合わせてやっていくような形でしっかり呼吸と自分の動きを連動させてやってあげるっていうのを一つ意識してみてください。そして間の休憩30秒も用意しているんですけど、30秒じゃ物足りないって多分なってくると思うんですよね。特に慣れてない方であれば、30秒はかなり短く感じたかと思います。なのでそういった方は動画をポーズしてください。で少しね自分のタイミングができるまでポーズさせて、そこからスタートさせてあげる。ただあんまり休憩が長すぎると意味がなくなってしまうわけじゃないんですけど、長くても1分半ぐらいまででお願いします。で今日はまだ1日目ということで、これから続くのでまだね随時説明はしていこうと思いますが、お腹きつくなってきた時の対処法の一つとしてお腹を伸ばす、やっぱりこう縮める動きを繰り返しやっているのでお腹がね硬直してくるんですよね。でお腹がどんどんしんどくなってくるので、ちょっとお腹を伸ばすことを、やってあげるとかなり楽になってきます。はい、そして今回のトレーニングでは有酸素は入れていません。動画の始まりでも説明しましたが、お腹の中心とした、種目だけを今回メインにやりました。次回から、有酸素も入ってきますので皆さん楽しみにしておいてください。そして続けていきましょう。続けないと始まらないので、こういったトレーニングっていうのは本当にどこでもできます。もちろんジムに行ってる方でもやってもらえますし、もちろん自宅でいてる方、これもうガンガンやっていってほしいので、これからね続きます1週間のメニュー、こんなね YouTube で1週間のメニューやってくれるねチャンネルないと思うので、僕も今回初めてです。この動画先ほども説明しましたが、これはもう1回きりです。はい、これよりも濃い内容のものを1週間続けてやっていけるっていうのは本当にねある意味贅沢なメニューだと思うので、かっこいい腹筋、理想と思う腹筋、今よりもスリムに持っていきたいって思ってる方、頑張ってください。これできますから。これは今までできなかった人であれば素晴らしいチャンスになるかもしれません。自分が理想と思っていた腹筋を入れれるチャンスで、すでにやってる方であればさらにこういった僕がこれから今日やったトレーニングもそうですし、これからやっていくトレーニングも自分のメニューに組み込むことによってさらに、強化できると僕は思います。はい、そういったトレーニングメニューを用意していますので、次回の明日動画楽しみにしていてください。というわけで、今回のご視聴ありがとうございました。ではしっかり皆さん休めてください。しっかり寝ることを意識して明日また会いましょう。さよなら。